おーおーおお、なんだ、なんか押せないと思った今。天から手紙が届きました。おお、え、手紙めっちゃ久々。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。はいはい、あれか、子供の成長じゃない、誕生やった。そっか、まだ誕生の段階か。どっちだったら嬉しいですか。どっちも嬉しいです。男の子でした。ふんふんふん、青いイメージ通りでした。いつも思うんやけどさ、この部分でなんか泣き声が聞こえてくるのに口すごい閉じとるのめっちゃ気になるんよね。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。ね、スンって顔しとるのにめっちゃ泣きよるっていう。自然に任せる。二人で名前も考えたのですが、私のあかりと夫のゆうやから取ってあやにしようと思います。ふんふん、男の子って言ったよね。あやくん、いいんじゃない。あやも大切に育てます。なんかそんな感じの名前の男の子っておるよね。おらんけ。はい、それじゃあマンション見てこう。今回は、ハートジンくんは相手おったっけ。まず結婚はしてないやろ。相手はいない。誰、どうした。実はアキのことが好きです。いや、アキちゃん、アキちゃんはもうだいぶ前に結婚をしている。まあ当たって砕けますか。どんな感じで告白したらいいですか。可愛く行こう。可愛く告白する場所はどこがいいでしょうか。いや、多分ね、なんて言うんやろう、ここにおる長さ的なことを考えたらだいぶ年上やと思うよね、アキちゃんは。ちょっと年下の可愛い男の子アピールで振られるけど。喫茶店で。その前に着替えた方がいいですかね。別にこのままでもいいんじゃないか。わかりました。では勇気も、まあ、帽子がいらんかもしれんけど。まあ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 。ガイタンくんが。ねえ、今日から付き合おうか。てかまず聞こえてる？なんかめっちゃ音楽聞きよるけど。ごめんなさい。まあそうなるよね。あ、でも外とかやったらなんかスッて帰れるけど、喫茶店なんか室内でさ、ああいう状態になった時めちゃくちゃ気まずい気がする。なんかすぐに去ることもできんし。釣られちゃいました。あ、なるほどね。もう一回は行かないんですね。まあ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 、しょうがないよ。きっとそのうちまたね、いい人が現れるよ。ほら、カツ丼でも食って元気出せ。でもあれやね、食べ物が喉を通らないみたいな感じではない。ゲン大丈夫。うん、まあ、食べ物が喉を通らんことなんかないよね、体調不良以外で。喉が痛いとかじゃない限り。おーっと、喧嘩一組かな。クマちゃん、腹が立つことがありました。どうした、誰と喧嘩したんだい。腹と喧嘩しました。うんうん、腹が立ちます。よし、キッシュで仲直りして。このイライラを沈めてください。キッシュで宇宙に飛んでもらおう。キッシュキッシュ、あれないね。キッシュキッシュ、はい、ちょっと買いに行ってきます。仲直りのために買い出しに行ってきます。お買い上げありがとうございます。よし、ありがとうございます。じゃあこれをどうぞ。いただきます。うんうん、よし、これでくまちゃんの機嫌は良くなったはず。え、
件、あとはまあ相手次第やね。ヨタくんがどうか。うまーい。うまーい。超大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。めっちゃ怒ってる。今ちょっと海を眺めて気持ちを落ち着かせるところやね、きっと。この間はごめんなさい。許してあげて。お？こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。よかったよかった。仲直りできました。うんうん。レベルアップってことで、服を、車柄のシャツ。あ、投げてしまった。服、車柄のシャツをプレゼントしました。まあ、その帽子にはそっちの服の方が合ってるよ。さっきまでのはね、なんか服装はパリッとしとるのに、なんか帽子でちょっと台無しになっとる感が。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。実用品、AR カメラをもらいました。ありがとう。台湾の靴下に穴が開いているのに気づいちゃいました。教えてあげた？ね、でも言われるのも嫌やな。自分が穴開いとる側やとして言われるの嫌やな。だいたいなんか自分から言うよね。なんか絶対見られる状況になるってなったら、ちょっとなんか笑い話風に。はい、こもかちゃん入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタートー。はっきょい。はっきょい。残った。残った、残った、残った。よし。いいね。ストレートに。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。から高そうな壺をもらいました。やったね。いつも思うけど高そうな壺、高い壺っていうわけじゃないよね。明日の私は今日の私より進歩しているのでしょうか。退化することはない、大丈夫。まああれか、まあ年を取るにつれてちょっと退化する部分もあるかもしれんけど、若いうちは大丈夫。はい、かす汁どうぞ。いただきます。どうすか？あんまり美味しくなかった。マジで。かす汁ってどういうものかちょっといまいちよくわかってないんやけど。味噌汁的なものではないの？はい、それじゃあ。お、ゆいちゃん、入ります。超久しぶりです。あ、久しぶりです。また会えて嬉しいです。そんななんかチャラい感じやったっけ？新しい服が欲しいです。ふんふん。できればカジュアルなのがいいんですが。カジュアル、カジュアルな服。男女兼用のとこ見てってみよっか。銀ガムチェックシャツ、カジュアルじゃない？だいぶ男女問わず気軽に着ていただきたい、そんな定番の一着。よし、銀ガムチェックの服とか。あ、ごめんね。今日2回目、銀ガムチェックの服とか持ってないな。中学生ぐらいの時に持っとった気がする。小学生か？なんか、赤と白のやつ。腰に巻いとった。直接着ることもあったかな。じゃあ帽子も変えてくか。クロッシュ。どうぞ。帽子、クロッシュをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。自分からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。
占いはいいことだけ信じます。それでいいよ悪いことまで信じよったらね、ちょ心がもたんって。もう何年も占いなんか見てないけど。いただきます。はい、どうぞ。どうすか、美味しくなかった？マジで？普通に生のこんにゃくやったんかな。はい、それじゃあ、もう最近ね、私朝の占いとかも全く見てないな。なんかね、お、待って、まだ初期状態や。アススカちゃん。遊びましょう、遊びましょう。お、トントンツモ、2回目やね、今日。はっきょい。残った。残った、残った、残った。いけ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 。よし。オッケー。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、中くらいで。だから蚊取り線香をもらいました。ありがとう。頭の中を見てください。お、久々やね、頭の中。いいでしょう。お、鍵だね、鍵鍵だね。なぜそんなことを考えてるんだい。鍵のこと考えたりもするわけですよ。鍵のこと考えることなんかそうそうなくない。お礼にこれもあります。まだね、ガチャってする方ならあれやけど。実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。よく、年齢よりも若く見られます。それはいいことよ。うんうん。特にね、年齢重ねれば重ねるほど嬉しくなってくるよね。はい、サザエのつぼ焼きどうぞ。いただきます。はいはい。すごく美味しかったようです。あ、待って、そうよ、初期状態なんよ。ちょ、もう一回入るよ。いろいろと渡すものが。どうもです。どうもです。じゃ、とりあえず服を、今日のトレーナー。なんかイメージと違うけど、まあ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 、はい。年齢より若く見られるっていう人にね、めっちゃおばちゃん的な服渡すけど、気に入らない。私もヒョウ柄好きやけど、その服は着たくないな。貧眼帯。もうなんかね、自分の手でシャッてやって、ルーレット的にやったら、こういう感じになってくんよね。個性的やけど、まあまあ気に入ったんすね、それは。ヒョウ柄の服と、眼帯なら、まだヒョウ柄の服の方がマシじゃない。ちょっと待って、また出たわ。また出たわ。どうもです。どうもです。ごめんね、何回も。何回も何回も、出て入って繰り返して。カートゥーンスタイル。うわぁ、もう全体的に奇抜だな。新しいインテリアもありがとうございます。いえいえ。とてもいい部屋で気に入りました。あ、マジで気に入った？ところで、部屋も見ていきますか？もうそのなんか窓が斜めな感じとかめちゃくちゃ落ち着かんけどね、見ていきます。うわぁ。時計が特に嫌。落ち着かんというか、これ怖くない？なかなかのお部屋ですね。めっちゃ怖くない？嫌だなぁ。まだ額縁がこういう感じになっとるのは、アートかなぁって感じするけど。うわぁ、気が狂いそう。こうなってるんですね。そうなってます。大事にします。大事にして。レベルアップ。じゃあ、テニスラケット。どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。さあ、これでちゃんと全部、プレゼントできたかな？ってことで、そろそろみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。どの時間帯に召集をかけてもみんなやってきてくれる。働きよっても来てくれるけんね。
今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、ミニュース見てこう。あれなんかも、職場とかも、マンションの募金についてはすごい理解があるんかな。もう職場の人もってことやもんね、きっと。行方不明。調べによると、本のそばで昼寝もしていた二人は、おしばなと一緒に本に挟まれ、そのままおしみーになっていたそうです。おしみー。おしみーは、やだなぁ。まあ普通の人間よりちっちゃいってことなんよね。こんな状態になってるめっちゃ嫌やん。血とかは出ないんすかね。なんか、切ない。切ない。はい、のじのみーニュース。別にあれか、お亡くなりになってるわけではないよね。おーおーおおお、なんだ、なんか押せないと思った今。から手紙が届きました。おお、え、手紙めっちゃ久々、超絶久々ね。お父さん、お母さん、あゆなのそっくりさん、お元気ですか。元です。ふんふん。2018年2月16日にあゆな島を旅立ってから、これまでに3つの島も渡り歩きました。ほう。辛いことはありませんし、2023年、明るく楽しく旅してます。5年ぶりのお手紙。今私は桜島にいます。うん。島の景色は生き物無ほどの美しさで、この感動を分かち合えないのが残念です。この島の人たちに親切にしてもらい、私の感謝レベルは1になりました。これはさ、あれ、すれ違いとか、まだまだ旅そういうのなくても普通に届くやつなんやっけ。いやマジでもうさ、 3DS とか普通にあの家のこのね、あの撮影用の机の上に置いてあるけんさ全然持ち歩いてないんやけど。まあ持ち歩いてももう大体の人は持ち歩いてないよね、きっとスイッチとかやね、きっと持ち歩いてゲームしよるの。お、ハート出とったよ。ちょ、最後にハートだけ見てこう。ほのかちゃん、子供だな。じゃあそういう話をしそうな感じの雰囲気じゃない。あ、結婚してなかったんか。待って、最後の最後で。春樹にプロポーズしたいのですが、どう思いますか。逆プロポーズや。頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。私が。遊園地とかがいいんじゃない。その前に、その見た目やし。着替えた方がいいですかね。まあ、着替えれるんか。着替えれるなら着替えよう。うんうんうん。とりあえず、外そうか。外して、この状態やったらいいんやないの。髪飾りとかつけてく？革の髪飾り。よし、いいんじゃない？オッケーオッケー。さすがにその姿で現れられたらね、ちょっと困るよね。キャストさんですかっていう感じの。え、久々すぎて震えるぜ。はい、わかった。それでは、プロポーズに行ってきます。観覧車楽しみね。そうだね。来い来い。ほのかちゃんのこと来い来い。何それ、キムチ？うわぁ、色味が似てる。トイレ。遊園地よし、来たー。楽しいね。そうだね。なんか一瞬ちょっと間があったよ。それよりトイレって思えるね、今。観覧車に乗る前に水を飲むな。空白。よし、お、いい感じじゃない？これ何回やった？ははは、ありがとう。ははは。乾いた笑い。何回これ？ 3 回？もっとやっけ。実は大切な話があるの。おっと、もう一回か？次でラストよね、きっと。なんか話の流れ的に。もうほのかちゃんのことしか考えれんはずよ。おい。なんだ、窓の外にカラスが飛んでんのか。来いよ。あはは、危ねえ、押し寄った。おい、キムチ。キムチ。
なんで今キムチ？またあやちょっとなあ、切り替わりが早くなってきた。待って、そうなんだ。ラスト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 、お願いします。私と結婚してください。いけたいけたよー。あーよかったー。パチ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 、危なかっためっちゃ危なかったー。無理かと思った一瞬。おかげさまでプロポーズに成功しました。うんうん、よかったよかった。これにこれもあげます。実用品大人スプレーをもらいました。ありがとう。でも私たちはまだ子供なので結婚できません。大人スプレーを使えば。ほのかちゃんって一回結婚してなかったっけ？はい、ありがとうございます。え、離婚して知人なんやっけ？では大人スプレーをかけてくださいそれではよろしくお願いします。久々だ、久々の夫婦だ。ありがとうございます。大人になれました。うんうん、もう子供じゃないんですね。それでは結婚式を挙げてきます。いってらっしゃい。いやーいいね。緊張感すごかったよ。めっちゃギリギリやったよもう無理かと思ったよ一瞬。もう次もなんか早く切り替わるかなって思ったよ。あとね、トイレの色とほのかちゃんの頭の色ちょっと紛らわしかったし、何回押しそうになったか。おめでたいね。めっちゃ前からおるもんね、ほのかちゃんも。ほのかとはるきの新婚旅行 in エジプト。旅行の格好も考えさせてくれたらいいのにね。写真があるんやけん。カルナック神殿いいね。表情がいいね、二人とも。アブシンベル神殿です。アブシンベル神殿、はい、おー、いいやんいいやん。スフィンクスです。スフィンクス、はい、チーズ。スフィンクス見てみたいな。どれぐらいの大きさなんやろう。めっちゃ時間かかってしまった素な感じになったほのかちゃんが。あ、楽しかった。楽しかった、よかったよかった。お宝、砂漠の砂をもらいました。ありがとう。これからも砂漠の砂ってやっぱサラサラなのかな。私砂浜、海辺の砂とかめちゃくちゃ好きなんやけど、サラサラな感じ。それ以上にサラサラそうな気がするんよね、なんとなく、見た目。色無地で。どうぞ。服、色無地をプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。私からのお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。ハルキはよくお腹出して寝てるんです。そこが可愛いんですけど。早速ののろけ。いやいいよいいよ、ちょっと新婚期をね楽しんでそのうちなんかちょっと愚痴とか聞くことになるかもしれんけん。はい、サザエのつぶやきどうぞ。いただきます。ほら、なんか子育てに協力的じゃないんですとかなんかいろいろ言いそうやけん結構美味しかった、よかったよかった。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうって言いたかったけど、カートくんが。待って、これでラストね、これで。うんうん。あ、子供だ、子供だ。俺とペッカナの間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思うよ。ですよね。今回3個目のハートか。しかも全部違うパターン。お礼にこれをあげます。え、やっぱあれですか？春になってちょっとみんな浮かれてきとる。実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。もう桜も開花したしね。日常のすべてが輝いて見えます。いいやん、未だにそういう風に思えるの。
うな重でもどうぞ。いただきます。うんうん。すごく美味しかった。よかったよかった。お、レベルアップ。それじゃあ、車柄のシャツ、またしても。どうぞ。服、車柄のシャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。これからのお返しです。うな重でめっちゃお腹いっぱいになっとるね。まあ、がっつりか。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。はい、ということで、今度こそ本当に本当に今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、新しい夫婦も増えたし、次回はまた新しく子供も生まれるし、いいね。いいこと尽くしやね。やっぱ春やわ。